ってさっきの質問で、要はその、あの政策を決めてる人が円が安くなった方が得をするように資産を置いてるから円を安くするようにしてるんじゃないかっていうのは、そういう意味で完全に間違いで、もう日本の政策とか日本の金融政策でできることはほぼないんですよ。なのでその日本の経済を良くしようとすると、多分日本のその日銀とかの金融政策ではなくて政府の方が何かをするしかないんですよね。で、政府側が何かするのかっていうと、なんか新しい資本主義って言って、中身が何にもないことをとりあえず言ってるので、まあ、こいつらに俺たちの金預けるのは信用できないよねっていうので、新しい資本主義とか言ってる限り、余計に、あ、この国まずいわって言って、あの、お金持ってる人は海外に投資をするようになるっていう。なので、あの、日銀の金融政策が悪いのではなく、悪いのは岸田総理です。あの新しい資本主義とやらが本当に分配であるとか、じゃあベーシックインカムであるとか何か政策をするんだったら、じゃあ結果が出るまで見てみようかってなるんですけど、もう岸田政権になってから半年もっと経ってる ?9 ヶ月とか経ってる経ってるんですけど、あの未だに経済政策何にもやってないんですよ。で、円安になった場合に、あのまあ例えば他の国の場合って通貨が安くなった場合に観光客めっちゃ増えるんですよ。通貨が安くなったら、お、超お買い得じゃんつって外国から観光客が来て、バカすか物買ってくれたりとか、っていうので、あの、外国の外貨が入ってくるっていう構造になって、通貨が安くなると、結果として観光収入増えてよかったよねっていう、他の国で起きるパターンが、日本は通貨は安くなりましたけど、水際対策をして、外国人の観光客は日本に一人も入れてません。正確に言うと団体客だけは入れてるんですけど、個人の観光客というのは あの海外からは今日本は一人も入っていません。要はその観光ビザを出さないようにしてるんですよ。で、なんか団体旅行だけ OK にしたらしいんですけど、ただその団体旅行で来るようなやつって貧乏人なんですよ。だからその金持ちって、あの、まあ、誰かに縛られるのが嫌なので、その100万円のホテルに泊まって、ふらふらと思いつきで、なんかじゃあ寿司屋とか行って、10万円の寿司とか食ったりして、ああ、楽しかったって感じですけど、団体旅行で来るやつって、その1泊2万円とかで、なんか決められたレストランで食ってとかで、金落とさないんですよ。だからなんか貧乏人しか集まらないような団体旅行だけ OK にしてて、その金持ちが来るような形にしないっていうのをやってるのは、僕はまずいし間違ってると思うんですけど、で、何がやばいかっていうと、これが間違ってるというふうに言ってる人が少数派なんですよ。いや、その通貨が下がってるんだったら観光収入増やせばいいじゃん、じゃあ観光客入れればいいじゃんって言ってる僕みたいな人が少数派で、あの岸田政権支持率高かったんですよね。まあその統一教会の問題が云々で支持率下がったんですけど、統一教会の前まで支持率 60% だったんですよ。なので要はその円安になったとしても岸田政権に文句を言わない人が多数派なんですよ。